ゅんです。きゅんです。皆さんこんにちは。みやこチャンネルのみゆとはくとです。今日は私たちのお誕生日です。ありがとうございます。ありがとうございます。ハッピーバースデー、飾り付けしてますね。ハッピーバースデー、かわいいよねこれ。何歳ですか？13歳になりました。ついにやばい、ついに13歳になりました。やばいね、あんな小さかったのに。ちょっとそれはで、ちょっと着替えてるじゃん。成長したってこと。なんかあれじゃん、そうそう、なんかミスクイーンみたいな、ミスクイーン、ミスクイーンみたいな感じの格好しとるじゃん、なんか、うん、そのなんか、あれ、何それ、これ、うん、これハッピーバースデー。ああ、ほんまじゃ、見せて。こんな感じ、タスキかと思った。お、まあ、タスキじゃない。あ、ミスクイーンをなんか意識したのかなと思った。さっきは今年見て、もう中学校になったからいやらしいです。思春期で。それと、そうね。何言って言おうだよ。え、キシード来たかった。センスあるや。まあ、父さんの次やね。アディアスはある。父さんの次。まあもう、いやいや、今日はでも誕生日だっけさ、ハクトが一番センスあるってことはしとこいってあげよう。なんか言い方上から。一時やん。はい、ということでね、はい、まあ、学校から帰っていて、今ね、夜ってことで、夜ですね。誕生日の祝ってる感じを撮っていきましょう。イエーイ。もう7時なんでね、夜の。夜ご飯は何でしょうか。夜ご飯は、じゃーん、くら寿司でーす。2人の大好きな寿司。イエーイ。ずっとね、寿司が好きだったので嬉しいです。じゃじゃーん。はい、じゃあ食べていきましょうか。はい、食べていきます。じゃあみんな呼んで食べましょう。はい、いただきます。え、12歳で一番嬉しかったことは。12歳で嬉しかったことは、でもやっぱり、夢の、まあ、ピン表紙をすることができて、まあ、一番嬉しかったです。本当にありがとうございます。ハクトは、一斉のでいただきます。いただきます。ハクトはどう。12歳で一番嬉しかったこと。一番、なんか、の嫌いなものを食べれるようになった。なんだよそれ、さすが天然。それが一番嬉しかった。美味しい。何が嫌いだったの。ウニ。あ、そうなの。この中にはね、なんか頼むなんかあれだな、もっとなんか人生楽しんだ方がいいんじゃない。え、いや、言って、だって一番だってさ、え、楽しいんだね。楽しいんだ、え、まあ、ハクトは食しか買ったの。ウニって、やば、食しか買ったのって、ハクトな。うん。まあまあ、父さんにそっくりや、父さんみたいになるで。13歳になっての目標。目標はやっぱなんかいろいろあるんですけど、まあ YouTube 的には10万人行きたいですね、やっぱり。まあ頑張りますね、本当に。え、ハクトは。俺も10万人行きたいよね、やっぱり。で、あとは13歳になっての目標、ハクトから。嫌いなものを食べれるやば、まあいいわ。天然すぎやろ。こっちの目標、うん、ペット屋さんになりたい。早いね。いや、全然関係ないですから。将来の夢や。私はやっぱりなんかいろいろあって、もう演技をもうちょっとできるように頑張ることと、今演技レッスンしょるもんね、頑張って、うん、あ、もう頑張ってっていうかね、やることと、あとモデルはポージングとかいろんなテイストの服が着こなせるようにしたいです。頑張ってください。はい、頑張ります。みんなハクトも頑張ってね。はい、うん、こっちも頑張る、ペット屋さん目指して頑張ってください、夢も、うん、はい、じゃあ食べていきましょうか。はい、バイバーイ。はい、食べ終わりました。食べ終わりました。お腹いっぱい。お腹いっぱいになった人、はーい、はい、せーの、ごちそうさまでした。はい、ということで7時40分になったんで、何する。ケーキ。ケーキ食べれるお腹ある。ケーキまだない。で、ちょっとまったりする。ちょっとまったり。ちょっと写真タイムするか。あ、そうだね。写真タイムしてからあれする。こっちはやりますか。こっち？これ何したい？え、遊ぶ。じゃあ遊んでください。じゃあママさん写真撮る？写真撮りますね。これ運ばないと。うん。運んできまーす。いいよいいよいいよ。誕生日だから。
そっか。パパやりますよ。ありがとうございます。じゃあこっちのもやって。いや、あんたはやってください。やだ。じゃあ行ってきます。バイバイ。でかいよ。ありがとうございます、はい、どう、ちょっとお腹すいた。うん、うん、ちょっとお腹すいてきた。ケーキ出て、ケーキ入場。入場します。じゃじゃーん。どんなケーキなのか。今年のケーキはこちらです。見せてください。今年のケーキは望んだ通りパープ。こちらです。めっちゃ可愛い。ミーの好きな紫。ハクトも好きよ。紫。ハクトの好きな白。いや、ハクトの好きなゴールド。紫。ゴールド。いや、シルバー。シルバー。あらじゃん。そうそう。そハクトの好きなゴールドも入ってますね。じゃあ、ろうそくやりますか。よかったな。そう、紫好きだけど。紫が好きで、ハクトの好きなゴールド。好きなゴールド。最高やん。うん、どう、ハクト。最高。最高やな。うん、よかったな。じゃあ、みんなろうそくやる。はい、じゃあちょっとろうそく、ジュースもある、はい、この大きいの1本とちっちゃいの3本にされるそんなことある。あとは、ちょっとえしょぼいと言うねん。あー、ケーキ屋さんに謝りなさいよ。謝りなさい。どこにする。これ真ん中にしようね。宮崎色、黄色でかいの1個だろ。ここでいい。まあ真ん中でいいよ、好きなやつ刺して。どこ。あ、じゃあでかいやつが10ってこと。そうやられたね。おお、かわいい。危ないよ、これ熱いけ。熱いよ。熱いよ。して。もういいよ。もういい。貸して。はい、おお。はい、じゃあ、じゃやば。ハクトさん、お願いします。事件が起きました。大丈夫？ハクトダメ。ね、ハクトダメだって。父さん、よろしく。まあ、父さん、昔タバコ吸ってたから。いや、それ言ったらいけ。なんでいけんの？なんでいけんの？好感度下がるけ。いや、ないやろ。楽しいじゃん、好感度気にしてくれとるやん。父さんに好感度なんかないやろ。あるよ。ないやろ。父さんのファンもおるよって。ないやろ。母さんだけよ。いきますよ。そんなことないか。よし、せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミルハクト。Happy birthday to you。 おめでとう。自分で言うんかい。おめでとう。一世のおで。おめでとう。ありがとう。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。13歳おめでとう。ありがとうございます。13歳になっちゃった。はい、ここでケーキも吹いたことですし、はい、ろうそくね。ついに運命の時がやってきました。はい、何でしょう。ケーキを食べる。違います。違います。クラッカーをする。違います。違います。もうしました。これから始まります。プレゼント。わー、ありがとうございます。え、本当にあるんですか。何が欲しいかまず聞いてみよう。そうそう、まずはさ、何が欲しいわけ。ハクトは。ハクトくん、ヘッドホン。スイッチ用ってこと。うん。あ、で、ミユは。私はちょっと本当に欲しいネックレスがあって、ネックレスを頼みました。大人になりましたね。来てるのか来てないのか。はい、じゃあミユ渡してくれる。はい、ありがとう。こっちがハクト。おめでとう。こちらネックレス。おめでとう。ありがとうございます。かわいい、めっちゃかわいい、クオリティ。ハクトから行く？高級高級。せっかくなんで。高級じゃん。え？って。できる？おお。おお。あ、これしかも任天堂スイッチ用じゃん。ほら、ゲーマー君よかったね。よかったね。おお。どう、ハクト？嬉しい。せっかくなんで開けてみる？はい。つけてみよう。こことかマイクもついた。うん。すごっ。うわ、かっこいい。似合う。似合いますね。マイクが肩にいってるけど。はい。これやろ。ということで、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。せーの、すごい。じゃあ次、ミユね。はい。開けていいですか。どうぞ。ギャッセーの。やば。ネックレスです。おめでとうございます。ありがとうございます。見せて見せて。あ、かわいい。
めっちゃかわいい。ピンクね、私が好きな。これなんか見たことある。子供の頃にめっちゃ集めとった。見てこれ、欲しいやつでー。よかったじゃん。よかったーだね。よかったじゃん、おめでとう。ありがとうございます。つけてみる、つけだけ。はい。いやー、かわいい、似合ってる。いいよ。どうどうめっちゃ似合っとるやん。うん、いいね。おお、まあまあ、おめでとうございました。あ、ありがとうございます。ピアノどう、みゆ。ピアノか。ゆめどう、似合ってる。うん、似合ってる。あれ、嬉しい。あれ、どこで買ったんけ。優しい。え、あれはスーパーで買ったんけ。うん、そう。え、スーパーでなんかさ、100何円のやつあるじゃん。あれ買ったんよ。え、安っ。ネックレス欲しいってだけでさ。これ高いよね。おめでとう、似合ってるよ。ありがとうございます。感想をお願いします。いや、とっても可愛くて素敵。なんか結構いろんなコーデに合いそう。さすがモデル、それすらも使いこなす、さすがです。ありがとうございます。いい、可愛い。いっせーので、ドッキリ大成功。え、これドッキリです。え、ドッキリ当たり前よ。これもでももらえる。これもあげる。よっしゃ、ここマジ。これ、うれしすぎやろ。はい。何、ハクト、ハクトが、ハクトが興味津々になってます。え、嘘やん。できます。え、ちょ、私、じゃあちょっと開けていきたいと思います。どうぞ。ありがとうございます、本当に。母さんが欲しいな。まあ一緒に使おうね、使えたら。え、それはないやろ。絶対ないでしょ。え、分からんよ。つけっぱなしとかするやつ、分からんけど。つけっぱなししてもいいんじゃない。かわいいね。やばいってこれ。せーので、じゃじゃーん。袋の中に箱。ティファニー、ティファニーさん、かわいい。ティファニーです。めっちゃリモートを取って、これ開ける。ありがとう。じゃあ開けてみましょうか。開けますね、リモートを取って。いや、ありがとうございます、本当に。もうせーの。おお、まだ入ってましたね。怖いね、ちょっと怖いね。何でしょうか。やばいやばいやばい、せーの。緊張するのか、余計な緊張。ありがとうございます。かわいいの、見て、じゃじゃーん。かわいい。このサイズのね、ネックレスが本当に欲しかったんですよ。あ、じゃあつけてみます、せっかくなんで。はい、つけてみます。来ました。見せ見せ見せ。はい、かわいくない。テープ取る、取るよ、後で。かわいい。母さんにはこれは今がテープだね。ネックレス貸してあげ、スーパーの。おお。母さんにスーパーの。いいですね。やばくないこれ。え、めっちゃかわいい。こんな感じです。こんな感じです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に。嬉しい、やばい。で、最後なんか母さんから手紙があるらしいんで。はい。はい。はい。ということでね。ママさんからお手紙を預かってますんで、読まさせていただきたいと思います。はい。ミュウとハクトへ、お誕生日おめでとう。中学生になって初のお誕生日だね。今年もみんなで誕生日祝えて幸せです。あと何年かしたら一緒に祝ったりできなくなる日が来ちゃうのかなって思ったりしたりしてます。今一緒に祝えるのが本当に幸せです。そして4年ぐらい前ですかね、一緒に頑張ってきた SNS 活動、これまで悩んだり楽しかったり、こうやってサポートできることが本当に、こうやってサポートできていること、本当は味わえない体験や経験が一緒にできることを幸せに思います。この活動をする以上、辛いこと嫌なことを言われたりいろいろあったと思うけど、ミュウとハクトは自分のことを信じて頑張っていってほしいです。お母さんは一番の味方でいます。そして輝ける存在になれますようにと願ってます。そしてみんなに感謝の気持ちは絶対忘れないようにしてください。ハクトは中学生になって前より口数が減ったり控えめな性格だったり、たまに思っていることがわからないこともあるけど、昔からずっと優しい性格のハクトと、たまに見せてくれる無邪気な笑顔が大好きです。ミュウはやりたいことや夢に向かって努力しながら頑張る姿を母ながらに尊敬してます。毎日今日ねと
たくさんの話をしてくれてとても癒されてます。嬉しいことがあった時の笑顔が大好きです。長くなったけどミュウとハクトのお母さんになれて本当に良かったです。これからも一緒に頑張っていこうね。大好きです。13歳おめでとう、お母さんより。ということでちょっと噛みましたが、噛みすぎですね。はい、ということで、はい、ありがとうございます。あのさ、お父さんがさ、噛むの笑えるんだけどさ、なんかさ、お父さんのところペロペロマジで。ということで、はい、今回はミュウとハクトの13歳のね、誕生日ということで、まあ、いろいろね、ドッキリだったりとかね、サプライズだったりとかいろいろやってみたんですけど、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今年もね、皆さんのもよろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。はい、ということで今回はミュウとハクトの誕生日会でした。また見てね。バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バイバーイ。バイチャ。バイチャ。お誕生日おめでとう。ありがとう。